ここよ。もう少し奥にいると思うけど、キノコンがいっぱいいるぞ。こいつらは、そうだな、警戒心もかな。どうか戦いは避けてもらう。種族は違えど、長い、ちゃんと話せば。じゃあどうすればいいの？お前の同族のキノコン、一つ方法を思いついた。あなた様も。でもナヒーだって神だし。いえ、神なら見つ。でも、もしは。わかりました。時間の制限を超えるには、これに関する知識を。え、私の準備。草の王、これ。あら、おいおい、二人ともその辺にしとけよ。そうですね。うわ、本当にキノコになったぞ。悪くない感じだわ。探している子はこの。え、どうすればいいんだ。私がまず、あの子た、相手は元素生物だ。見つけたら心。おう、まか。では私は上に。わかった、よし行こうぜ。見回りをしているキノコンは警戒心がかなり強い。ナン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 。なあ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 、どうやら気づかれなかったみたい。あのキノコン、まずは隠れて。この子ね、分かったわ。ナヒーダ、どうしたんだ？自分の姿を変えるのがこれほど消耗の激しいことだとは思わなかったわ。借りた知識を使ってもこれなのだから。どうやらこの子の慎重さにはちゃんと。時間の力はまるで雨だれが一生うがつようなものです。普段は気にしませんが、一瞬で変化を求めようと、そのような代価を支払っていただいたこと、心より感謝します。すべて順調ですので、あとはこの子が起きるのを待ちましょう。君たち誰？ごめん、言葉下手。理解。大丈夫です。いい知らせ。世界の滅亡終わった。今帰る？はい、でも残念ながら僕。本当か？いや、故郷蒼龍。蒼龍、そう、そうでした、蒼龍。すみません、つい興奮してしまいました。これほど感情を表に出したことは。また、
おいら全然理解できてないんだけど、僧侶って元素の竜のことか？と、ええ、同じ竜に属するものよ。でもどういうこと？私たちが僧侶、僧侶内部大きい僧侶の体内にはもうかつて僧侶は威厳のある声ですが、その日は最後になっても決まっ、おいらまだ理解が追いついてないんだけ、はい、それと似たよ。待って、そうなる、ええ、そのいきなり思い詰めたか。アペクはこの世界で、つまり近畿の知識は、そいつにも巨大な、おそらくそうなるわね。道理で長いことアペプ、それ以来ずっと身を隠しながら、そうなるわね。僧侶が限界を迎えたと、そして放出されたこの高い木々は太陽を完全に遮り、植物が人間と、そうだ、あの結晶はど、そうね、あなたたちこれを見たことはあるか。ない、その力からは、すみません、私たちの、ううん、気にしない。お願い、あなたたちの情報はとて、情報を待ちましょう。耐え難い時、君たち、感謝、家族、果物、届いた。この子たちに、あなたたち、故郷に帰る、離れる、難しすぎる、わからない。こいつら、弱い、心配。待つ、待ってる、なら、手伝って。そう焦らないでください。私たちは家族を大事にし、現状待つことしかで、ええ、もちろん、 それに私も、ありがとう。か、畑、植物、手伝ってほしいことが2つ。畑、あっち、おう、任せろ。これはほい、知識を共有する。離れる、準備か、裁きの雷。逃げ道はありません。スメールはアペプの、え、向かっ、そうよ、
巨大なアペプもエメラルドグリーンの距離通りで、あの元素生命の2匹は断る。アペプはずっと、ただ天の力が降りかかり、2つの秩序がある種のバランス。私の知る限り、アペプはずっと何を考えているかはわからないけれど、私の手にあるこの、わからなくなったりしないよな。そうなのね。わかったわ。いいえ、いいの。森にはこれ以上情報がない。手がかりはここで途絶え。ごめん。大丈夫。結晶は木、もしそうなら他の木。結晶と世界の滅亡。草の王、今。ええ、なんと。予言とは過去と当時、我々一族は保存、まだ消されてないやつがあるってことか？その可能性は低いわ。世界樹の地下、予言では、どこへ？スメールの東。そこ知れ。うん。きっと双眼巨炎だ。そうね。もし保存し、急に難しい話、私についてきてちょうだい。星と深淵、無事今日の星と深その元素生命は一人ぼっち。そしたら他の個体と同じ。ここだからこそあれの力を。あれはアビスに対抗するド・テイワットに属さぬ力。その光に照らされた禁忌の知識は。ええ、また変な比喩だ。草の王はつまり。ええ、近くにあるは。
裁きの雷槌。捕まえた。風雲幕借りなく時見切りました。さらば。周りの沈霊を取り除かないといけないみたいね。あなたたちならできるでしょ。おう、流明石で沈霊の湧き出し口を減らしてやればいいんだな。さらば。やっと救い出せ。この子が予言。光は、待て、黒いのが出てきた。どういうことだよ。長い時間が経ったか。神霊の力は長くそれに使って。そんな、私の元素力を使えば追い払えるはずよ。でもこの方法だけが正気なのよ。食べ人。いいえ、あなたの判断を信じるわ。あ、そうだ、この前あれの力を使うの。でも草の方がためら、本当の使い道が分かるの。分からない。気持ちは分かります。でも大丈夫よ。けということで、旅人に任せてもいいかしら。私が知る限りあなたは。無理するなよ。草の王、そしてよかった。草の王が自ら。またち、ごめんなさい。うん、そう、世界の滅、その後も。だがこれが。そうだ、あなたはご自身のお力でわしをお守りくださった。しかし実を言えば、もう耐えられん。世界の滅亡の力を前にすれば、比較的安定した記憶を保つ。そのようなこと。同時にわしのことは重要で。ごめんなさい。ところで、あの、これは当初総流はせだが、火種、そしてオアシスの心は。道理でこの結晶で直せたわけだ。何、わしを救うために。そうだぞ。それは、いや、火種とは存在形態が。私が作ったから。うん、つまり、さあ行きな。君は、わしのことはいいから。みんな一緒に帰りましょう。さっきも言った、草の会いに来てくれ。おかげで我々この子たちが。か、あいつ、神霊になったのか。もう一度、流明石を使っていただけば。お願いします。一番。これが、あん、感じます。悲しまないでください、みんな。見た目は重要じゃない。ええ、帰ろう。故郷に。
近くよ。ついてきて。のごとくマイアはっ宝とは旅の醍醐味でござろう。いるのを感じる。時には近く、時には遠く。これはアペプからの警告よ。向こうもすでにこちらに気づいている。宝箱もジャオを穴からおびき出すことができるのね。風向きに従え。
風を知れ。間違いないわ。あれが蒼龍のアペプよ。でかいだろうとは思ってたけど、あそこまででかいなんてな。小さな神と小さな人間よ、世の領地を一面に広がる。あなたを救い、救いなどいらぬ。汝はアモン、汝の進む神と人間を憎んでいるのは分かっているけれど、今だけ愚かなブエル。汝はあなたは病にかかっているだけよ。さよう、汝らに妥協。そこまで固くなに世はすでに。おい、行くなよ。気をつけて、何か出てきたわ。お、なんだこれ。家族です。え、こいつ見た目重要。この子たちを構成する元素力、これはこの子たちとても悲惨ですが、そして世界の滅亡を生き抜く。本当に、おい、お前ら話せるか。助けに来た。ただ生きていくためだけに。火種に引き寄せられた。ただ生きて。これが、もし禁忌の知識がテイワットで暴走し、陸に打ち上げられた魚たちは世界中を探し回っても一滴の水も見つけられ。ええ、でも、裁きの一痛がっちゃいない。もみ散らう、散らまく惜しみ、風の赴くまま。力尽きたみたいだな。あいつら帰りたい。ええ、分かっています。蒼龍の体内から元素力の状態に長年苦しめられて、火種、ね、あるいはだけど、そうですね、僕たちだけ卑怯。なかなかむず、ちょっと考えさせて。いいわ、やっぱり火種の力を使いましょう。心配しないで、これは私が決めたことだから。たとえどんな結果になったとしても私が背負うわ。消費される元素力でも、ありがとう、わがまま、ごめん。ありがとうございます、草の王。あなたたちにとって一番、それに何せ私はあなたの味方。そうそう、ありがとう。じゃあ始めるわね。故郷に帰りましょう。みんな、もうすぐ帰れますよ。うわぁ、光ってる。無数の知識と感情が、こんな短い時間で。お前はみんなの来た。ええ、それじゃあ出発。
あら？風の行く先を、風の雲の行くごと、風の赴くままに。この世を渡り歩くには、よ。はっ。はっ。ふっ。風。それ、そこだ。見切りました。はっ、そこだ。はっ。はあ。よし、出発だ。冒険だ。
逃げ道はありません。雲爆弾借りなく時見てこい無我の境地見切りました。せい！はっ！よっ！ふっ！た！行こう。でござるな。サンドバッグが歩いてくるからな。サンドバッグが歩いてくるからな。裁きの雷。みんなは俺が守れ。
風を知れ。それ。宝とは旅の醍醐味でござろう。いざ。また仕事か。逃げ道は？もみ違う。散らまく惜しみ。マイ。ここより弱滅の時。青。いざ。逃げ道はありません。主婦の夢にすぎません。招かれざる客。見切りました。あっぱれでござるな。
風の行く先を。椿の雷槌もみちばん散らまく惜しみか稲光すなわち永遠なり。見切りました。風を知れ。遁走の極意、受け取りなさい。私には無用の長物です。ひゅっ、逃げ道はあります。みんながそばにいてくれれば。雲なく借りなく時、無我の境地。風の行く先を。そこだ。あら、散らまく裁きの雷槌。稲光すなわち永遠なり。風を知れ。はっ、ふっ、天地の恵みで燃えろ。せえ、逃げ道はありません。
きの雷。風のネタ、雲の行くごと。見切りました。穴だな。僧侶はこの中に住んで。そうだな。ええ、それにアペプ自身の協力なしではで、でもあんな態度じゃ。試してみましょう、アペプ。私たちの立ち、けれど私たちの本質、僧侶は本当に来、あなたが何を考え救うために来たの。あの子たちは故郷を、全てが終わった今、返答がありません。あなたがどうしても私より知ってるとい、うわぁ、吸い込まれるぞ。お願い、みんな、私たちを故郷まで送って。ナヒーラ、ここはどこだ？お、旅人は？あ、無事にここに来ていることだけは保証できるわ。じゃあこの先を探してみようぜ。ええ、でもそれは分かってるけど、な、早く行こうぜ。
これがオアシスの心のはずよ。火種を、そうすれば、体内で、じゃあ、早く灯してから。ええ。わかっているわ。ちょっと待って。え？なんでだよ、火種が。砕けた。こんなに不安定なもの。なんでだよ、そこまで使ってないだろう？私にもわからないわ。でもあの状況で、もし全員に力をつ、それにしても、すぐに砕ける。もしかしたら？この火種を作った当時、私、つまり。そんな、いや、それはともかく火種が砕けちゃったら、ナヒーダ、他に方法。私は、心配ないわ。元素生命と私、あの力を模倣。火種になるって。ええ。とても、でも、また小さくなる。お？草か枝になるわ。つまり、成長する過程を逆転させれば、私は、限界を超える力。でも、たくさん失っちゃうんだろ？大丈夫。命が危、絶対ダメだぞ！きっと、他の、ことが終わったら、パイモンとた、そんな姿になっても、そんな、もし旅人がいた、いや、ごめんね。翼が折れて落ちた鷹は、みんながみんな、ダメだ！火種が砕けてナヒーダが。分かっています。それが唯一の方法だと。草の王がすることはありません。私たちは長い長い旅の中で成長した。故郷に帰るために成長するのならば、それも本も。手伝っていただけますか？どうなるか分かっていたのに。あなたたちが学んだ知識、言語、そして感情は、すべて純粋な元素力へと退化するわ。新しい故郷には、あなたたちの足跡はどこにも存在しない。誰一人あなたたちを覚えていない。あなたたちの望む帰郷は、本当にこういうことなの？草の王、悲しむ。ダメ。草の王の故郷、ここ、違う。僕たち、故郷に帰った。草の王、一緒、故郷に帰る。お願い、みんなの願いを感じて。目を覚まして。裁きの一、こんな短い時間で長い時間を経ったら成長を遂げられるなんて。お前はみんなの期待を背負ってるってことだぜ。やっと故郷に帰れます。そうそう、またいつか。いや、この再会の日は来ない。待っておる。どれほど長くても約束したのだ。風の行く先を、雲が
借りなく時風を知れ。痛くしちゃうかも。これこそが知恵の伝道。逃げ道はありません。風の行く先を。奴らの知識、記憶、数えきれない。あやつらは言う。違うぞ。同じなわけないだろう。ダイモン、私たちとアペプが理解し合う。でもアペプ、この状態を維持。力が戻れば怒りも。今感じるのは近畿の知識は返す言葉だが、それでも何時もまた無限に膨らむ好奇心によって命を落とせば、その本当にあなたの選択を。そね、あなたどうやって。話せば長くなるが、竜王が竜王空前絶後の勝者はだが、粉々になろう。スメールの天地異変は竜の。でもあなたは飽き。そうだ、その奴は野心を膨らます。軽蔑はしたが、奴の死後、それでもここ一部の竜は、一部は竜王のこの命。あなた、アフマルが誇る。だが、あやつの、それでも、それが、その剣に小さな天理の大。よくわからないけど、健康に回復するまでにはまだな。アペプの本性は病気の時はきれ。なんかすっごく大きな事件を解決できたのに素直に喜ぶ。そうね、再び一つ一つの成功。このかけがえのない、はあ、家族、あの2匹のキノコ。そうだな。本当にまだいたぞ。ただいま、戻ってきたわ。本当にごめんなさい。悲しまないで。ヌールは大切な家族だ。ヌールはあなた。よかった。少なくとも、この子たちは、また巡り会える。いつかきっと。
切りました。風はっ燃えろ。さばきの雷槌。風の歌、雲の行くごと。風よ、あら、せい。逃げ道はあります。行くぞ。みんながそばにいてくれれば絆って。よっ、いや、前に。はっ、さらば。ここより弱滅の時。せっ、えっ、せっ、さばきのイカ。無心の術、行くぞ。雲が借りなく時。はっ、せっ。はっ、マイ。はっ、全力攻撃だ。くらえ。逃げ道はあります。お道を散らまく惜しみ。風を知る。無我の境地。せっ、やっ、せっ。見切りました。雲が借りなく時。風の行く先を、風の赴くままに。ドドン。みんながそばにいてくれるわ。ひっ、風の行く先を。燃えろ。もみちがを散らまく惜しみ。風の赴くままに。稲光、すなわち永遠なり。風の行く先を。行くぞ。くらえ。みんなは俺が守れ。雲が借りなく時。風の赴くままに。はっ、はっ。出てこい。逃げ道はあります。風の行く先を。ドドン。せい。見切りました。無我の境地。
風向きに従え。星と深淵を目指せ。
谷里流 See you。 全部丸見えね。知識はあなたにも。総流水泳雲の行くごと。はっ。くらえ。みんなは俺が守る。手をつなぎましょう。安らかに身の程を知りなす剣を寄せんのの一室。これこそが知恵の伝道。全部丸見えね。全力攻撃だ。マイナーハック借りなく時ハッチッよっみんながそばにいてくれるわ。もみちろん散らまく惜しみ前はっ風よサンジャクの修正。手をつなぎましょう。私のお家にいらっしゃい。全力攻撃。雲が借りなく時風をしろ舞いと総流水泳よっ。甘く惜しみ舞いはっ神里流スイーフッ
お触り禁止。風だ。剣に誓う。部外者禁止。
私のお家にいらっしゃい。おとなしくしな。しっかり立ってな。元気出せよ。部外者禁止。瑠璃のように落ちなさい。よっ、はっ、はっ。全部丸見えね。やっ、たん、たん、と。知識はあなたにも。役割。と召喚化粧。手をつなぎましょう。なぐさの凛嫌い発情。よっ、よっ、はっ、禁止。みんなを守るからね。準備できたかな。ぜっ、と。これこそが知恵の伝道。えいっ、と。えいっ、召喚化粧。はい、たん、よし、欲張れ。ミュージックスタート。ほっと、やだ。ほっ、えい、バーバラ、行くよ。ほっ、はびこりなさい。覚えたわよ。お触り禁止。ナグサの凛。ほっ、知識はあなたにも。元気出してよ。えい、えい、邪魔をするな。信頼感度三尺の修正剣影よ。ほう、風の赴くままに風よ。そこだ。もみちばみ散らまく惜しみ。くらえ。よっ、ふっと、せ命を捨てに来たけれど、とっくても構わんぞ。それ、はい。風の行く先を雲がく借りなく時、風の赴くままに。みんながそばにいてくれるわ。よっ、ふっ、よっ、ふっ、安らかに。はっ、風の雲の行くごと前へ。ふっ、ふっ、と、ふっ、せ、ふっ、と、燃えろ。みんなは俺が守れ。総流水泳。よっ、しっ、せ、風よ、はっ、雲がく借りなく時、前へ。くらえ。さっ、しっ、ふっ、ふっ、花に100日の紅なし。禁止。瑠璃のように落ちなさい。全部丸見えね。私のお家にいらっしゃい。おとなしくしな。しっかり立ってな。みんなを守るからね。はっ、よっ。バーバラ、行くよ。はっ、はっ、えい、はっ、はり、えい。覚えたわよ。役割、と、
ないが、知識はあなたにも。しっかり立ってな。ひゃひゃ、痛くて。うん、やっと。邪魔をするな。待って。おさわり禁止。バーバラ君、痛い。えい、手をつなぎましょう。さ、風雪なし区分相関化粧。よし、ほっほっほっ、覚えたわよ。さあ、これこそが知恵の伝道。痛くしちゃうかも。欲張る。えいっと、みんなを守るからね。部外者禁止。ぜひ。ほっ、やだ。張り取りなさい。はっ、ほっ、やだ。総流水泳よっ。まだまだし風よ、はっ、お道は散らま、全力攻撃だ。せっよっし、せっとし、せっはびこれ。マイヤ、そこだ。風よ、ふっ、燃えろ。よっ、ふん、はっ。三尺の修正、そこだ。雲が借りなく時、はっ。マイヤ、くれい。さっ、剣をよ、ふっ、ここまで。とっ、みんながそばにいてくれる。信頼感度、はびこれ。はっ、マイヤ、風の中、雲の行くごと。はっ、しっかり千里の一室。はい、そこだ、燃えろ。雲が降る、借りなくとき。はっ、全力攻撃だ。くっ、うわっ、せい。風を知れ、風。ふっ、芽生えよ、はびこれ。はっ、くらえ。風の赴くままに、もみちが散らまく押しの。はっ、風の行く、せいせい。みんながそばにいてくれるわ。傷なんて痛まない。さ、心配無用。風の赴くままに、風の行く、雲の行くごと。風よ、参る。
うちにいらっしゃい。ミュージックスタート。ほっと、ほっよ、覚えたわよ。やっせと、えいほっ。ガンウォーテイ君のためにおさま。禁止。
覚えたわよ。えい！とう！はっ！ほっ！とう！おとなしくしな！痛くしちゃうかも。はっ！私のお家にいらっしゃい。めまいが覚えたわよ。電動全部丸見えね。ナグサのリンミュージックスタート。えい、ガンオーテイ君のために。痛くしちゃうかも。ハリコリな。よっと覚えたわよ。覚えたわよ。せっ、邪魔をするな。しっかり立ってな。ほっ、えいっ、次の
出してよ。そばにいてくれれば。はっ、はっ、はっ、はっ。風の雲の湯。くらい。せ。燃えろ。冒険だ冒険。くらい。け。全力攻撃だ。せ。よし、燃えろ。風よ、舞よ、もみちがを散らまく惜しみか。せえ。みんなは俺が守る。風の行く先よ、風よ、はっ。雲が借りなくて前へ。せえ。くらえ。そこだ。風よ、はっ。全力攻撃。またかわせなかった。はっ。そこ。風の雲の行くごと。せえ。燃えろ。散らまく惜しみ。みんなは俺が守れ。燃えろ。マイル。風よ。雲が借りなく時。